群馬フラワーパークは、群馬県前橋市、柏倉町にある、群馬県立の植物園。赤城山の裾野に広がる。年7回の花祭りがあり、5棟の温室で、年間を通じて、花が咲いている。花と緑の学習館では、体験教室が行われる。総面積 18.4 ヘクタールの敷地に、フラトピア大花壇、高さ18メートルのパークタワーが設置され、他、温室エリア、庭園エリア、ガーデンエリア、キッズエリアに分かれている。春は、フラトピア大花壇で20万球のチューリップを咲かせる。冬は、数十万から100万個のイルミネーションを行う。現在は、群馬県前橋市に本社を置く、金子種苗が、命名権を取得しており、2018年4月より、名称を、金子種苗群馬フラワーパークとしている。群馬県が、昭和64年から、構想、設計をしていた。パークタワー園内中央に位置し、高さが18メートルある展望台になっている。パークタワーから見える景色は北には赤城山が見える。南は関東一円の景色が見え、天気が良い日には富士山や東京スカイツリーも見える。冬のイルミネーション期間中はプロジェクションマッピングが行われている。フラトピア大花壇季節ごとに模様替えを行う。春には20万球のチューリップを咲かせる。高さ18メートルのパークタワーから見下ろすと、絵画のような風景が広がる。ダリア園夏から秋にかけて見頃となる。290品種1350株のダリアが栽培されている。ダリア祭り期間中には、丸ごと美味しいダリア祭りと題しダリア料理が堪能できる。ふわふわドームやローラーコースター。緑の迷路、カリオンの花時計、遊具広場などがある。ジャブジャブ池では、夏の間水に入ることができ、木陰も多いことから、のんびりすることができる。エリア東側には、桜の散歩道があり、早咲きの桜が咲く。群馬フラワーパークの設置及び管理に関する条例、群馬県指定管理者一覧光の要請と、戯れる夜群馬フラワーパーク 2012.11 12時6分 MSN3K ニュースアーカイブド2012年11月10日 at the way back machine 群馬フラワーパークでイルミネーション点灯2011年11月1日撮影工芸新聞ニュース動画2013年3月19日閲覧2月5日ネーミングライツ取得企業の決定について群馬県2018年4月7日閲覧。ありがとうございます。